4つのスートのジャックジャックはヨーロッパで16の17世紀に一般に着用された貴族の伝統的かつ由緒ある衣装を身にまとった男性が描かれている英米タイプまたはフランスタイプのデッキに見られるトランプのカードである通常のランクは11である絵札の中では最もランクが低くジャックはしばしば最小限を表す例えばポーカーの多くの編集では プレイを続行するために、ジャックのペア以上の役がなければならない。ジャックの前身は、マムルーク長のカードに見られるサーニー内部である。このカードは、絵札のうち最低位であった。また、他の絵札と同様、抽象的な絵画、または文字によって表現されていた。トランプがイタリアあるいは、スペインにもたらされると、サーニー内部は、騎士のカードの下にあたる不標、またはページに変化した。 フランスではバレと呼ばれ王と騎士の間に女王のカードが追加された。後にタロット以外では騎士のカードは使われなくなり、メシスは女王のすぐ下のカードになった。この王、女王、メシスの形式がイギリスにもたらされた。16世紀半ば頃にはこのカードはイングランドではネーブとして知られていた。 ジャックという言葉もネーブを意味するものとして一般に使われていたが、1864年にイギリスのトランプ製造業者だったサミュエルハートが最も低いランクの絵札のために KN の代わりに J の記号を使って以降、このカードがジャックとして確立した。それ以前17世紀よりセブンアップというゲームの中でネーブはジャックと呼ばれてきたが、この故障は 中3から仮想階級の呼び方と考えられていた。しかし、ネーブの略称、KN がキングの K と非常に似ていたため、両者の間でしばしば混乱をきたした。プレイヤーが戦場にカードを広げた際に、スートやランクが隠れないようにカードの角に配置されるようになると、この混乱はより一層強調されることとなった。このタイプのものは1693年に現れた。 ことが知られているが、1864年に、ハートがネーブをジャックに変更するとともに、再導入するまでは広まらなかった。しかし、1850年から1875年の間に出版されたトランプに関する著書では、まだネーブと表記しており、イギリスでは、まだネーブとして認識されていた。スペインやポルトガルでは、一番下の絵札はソタと呼ばれる。女性名詞だが、 男性の絵が描かれていることも多い。ソタの上は女王ではなく騎士である。なお、ラテン方式のトランプでは数札が9までしかないので、ソタのインデックスには通常10と書かれている。ポルトガルのトランプを元にした日本のウンスン、カルタでもソータと呼び、女性の絵が描かれる。イタリアでは一番下の絵札はファンテと呼ばれる。ドイツ語で英米。 フランス式のカードを使う場合は、ブーベと呼ぶ。ドイツ式のカードでは、女王がなく、代わりに、ジャックに当たるカードがウンターとオバーの2種類に分かれる。中国語では、ジャックのことを、ペー、コーなどと呼ぶ。ヒンディー語のトランプでは、メシ使いを意味する、グーラムという用語で呼ばれている。20世紀後半になると、ジャックが持つランクは、インド発祥のゲーム、ティーン、パティア、 フラッシュなどで、それまでの弱いランクから、他のカードを寄せ付けない強いランクのものに変更された。インドの人々は、ジャックを、ホッツと呼び始めた。キューカムのホットは、他のスートの中で最も強いランクのカードである。ジャックを、ホッツと最初に呼んだ人物であるアシュートシュトマールは、2014年現在、英国在住である。ページ英米タイプのデッキでは、 ジャックを含めた絵札には特定の人物を表現したものはないが、対照的にフランスタイプのデッキには、絵札には歴史上や神話上の人物が表現されている。フランスタイプのデッキには、伝統的にオジェルダノワもスペードのジャック・ライルをハートのジャック・ヘクトールをダイヤのジャック・ランスロット、またはユダマ・カバイをクラブのジャックに結びつけている。ジャックの人物像は、 歴史上多くの文学作品で書かれてきた。17世紀のイギリスの作家、サミュエル・ローランドはそのうちの一人である。イーカイ・リムバルトの風刺小説シリーズ、ザ・フォー・ネーブスはトランプを題材にした作品である。その中のザ・ネイブ・オブ・クラブス、ディズメリー・ウェン・ネイブス・ミートは1600年に初版が出版され、1609年と1611年に重版が出版された。 この本の巻末に読者に約束していたことを守るために、ローランドは、リムバウルトのシリーズをもとに、リムバウルトのサプリケーション2カードメーカーズにある、ザ <The S 1> <The S 2>、well ・ネイブ・オブ・ハーツ、ハイリー・フェロ、ウェル・ミートを1612年に表した。この著書は、フランスで生まれた王族のカードを英米タイプのデッキにコピーした、イギリスのトランプ製造業者について書かれたものであると考えられている。以下は、 フランスタイプのデッキに見られる、ジャックのデザインである。フランスタイプでは、歴史上や、神話上の人物から連想した男が描かれている。現在の英米タイプのデッキのデザインは、このページの最上部の写真にある。ジャックは、伝統的に、絵札の中では最弱のランクのカードであるが、エースやキングが普通は一番強いランクとなるところに、この二つを差し置いてジャックが最強もしくはそれに、 同等するランクのものとして登場するゲームもある。知られる限り最初のヨーロッパのゲームであるカーナファルでも、より新しいゲームであるユーカーでもこの現象が見られる。ジャックが最強とされるゲームには、以下のものが挙げられる。ありがとうございます。